ファールの判定を不服に感じたギレルメは審判に対して激高し、2枚目のイエローカードを受け退場処分となってしまいます。その後、感情を制御できなくなったギレルメはマリノスの木田拓也に対して左足で太もも裏を思い切り蹴り上げる暴力行為を働いてしまいます。さらに抗議に出てきたマリノスの通訳に対しても肘打ちを食らわせ、両軍ベンチのスタッフが飛び出し制止する事態となってしまいました。前代未聞の暴力行為を行ったギレルメに対して J リーグは6試合の出場停止処分を課しましたが、その出場停止期間が明けるのを待つことなく、ジュビロ磐田は5月15日ギレルメの契約解除を発表しました。ちなみにその後、古巣のパイサンドゥ SC に復帰したギレルメは同年10月21日の試合敗戦後に相手チームの選手を殴り退場処分となるなど、その問題児ぶりは改善されないままでした。